はい、こんにちは。え、田中みやびです。え、私ですね、フリーランスで、え、構成作家、え、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、え、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、え、私が普段、え、生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日、え、取り上げるトピックは、え、イーロン・マスク氏が、 毎日有権者に100万ドルを提供するというようなアメリカ大統領選までにそれをやるというようなことについて語らせていただこうかと思っております実はですねあの10月19日からイーロン・マスク氏があの X の CEO のイーロン・マスク氏が あのー、まあ、自身の政、が立ち上げたトランプ、ドナード・トランプを支さんを支持する政治団体、アメリカ PAC、ポリティカルアクションコミ o n c o を通じて、あのー、まあ、その激戦区、あのー、アメリカって大統領選で、あのー、どっちが勝つかわからない、ハリスさんと、えー、トランプさんとどっちが勝つかわからない激戦州っていうのがあるんですけれども、その中の一つの激戦州の一つ、ペンシルバニア州で、あの、10月19日から、 自身が立ち上げたトランプさんを支持する団体、アメリカ・ポリティカル・アクション・コミュニティを支持する請願書を書いた人の中から、抽選で毎日1人に100万ドルをアメリカ大統領選の日までに宝くじみたいな形式で提供するっていうようなことをおっしゃってるんですね。で、実際にもうそれをスタートさせてるんですよ、1月19日から。 でまあこれに関してアメリカ国内でいろいろと賛否両論が上がっていて非、まあの方が多い状況かなと思うんですけれどもまあそのこのアメリカプロティカルアクションコミュニティはあのまあ形式上ではあの憲法ので記載されているあのアメリカの合衆国憲法で連邦法かな記載されているあアメリカ合衆国憲法で記載されている1 ののの保持とと言論の自由いうのを守るためだとただそれを言ってるのは、えー、トランプさんなんですね。でつまりこのアメリカ PAC はトランプさんを支持するための団体なんです。マスクさんが立ち上げた。で、マスクさんはその、えー、正式にそのトランプ大統領支持するあトランプ前大統領を支持するって、えー、もうおっしゃってるんで,で、それを応援するための団体がアメリカ PAC だと。で、そこで、 まあ、激戦区が、ペンシルバニア州が激戦区なんで、そこに対して、えー、その宝くじみたいな形式で、えー、毎日100万ドルをあげるよって誰か人にあげるよっていうことによって、そのトランプ支持者を集めようと。トランプさん支持者を集めようと、えー、している、えー、形なんですね。これに関して、その、まあ、連邦法に違反しているのではないかと。その連邦法っていうのは、その、まあ、えー、いかなる、 えー、当選、えー、いかなるその金銭の、えー、受け渡しというものを、あのー、投票に関してですとか有権者登録の見,、えー、の見返りとしてその報酬を支払ったりとか、えー、そういうようなことはもう禁止されていると、えー、これは法律違反ではないかというようなことをあの、まあ、ペンシルバニア州の知事自身が言っていたりとか、えーまあ、アメリカ国内のメディアが、えー、言っていたりとか、えー、しているんですね。 なので、これは、ちょっとその、まあ、倫理的な意味を考えるならば、まあ、アメリカの法律に違反してなかったとしてもどうなんだろうというような意見が多分、国内では相次いでいると思うんですね。そもそもその連邦法に違反しているんじゃないかというようなことでもあるとは思うんですが、 私自身もこれに関してはあのちょっと違法かどうかは置いておいてちょっとアメリカの法律になってきちゃうので僕はちょっと詳しくないからそこに関しては置いておいてただちょっとねこれはちょっと危険な行動じゃないかなと思うんですよね。お金で えすればいいいんだろうみたいなお金で人のお金でえ誰かをえ投票させ誰かを有利に働かせてえ当選させればえ当選させることができるっていうのが政治がそういうふうにお金に本当に支配されちゃっているっていうような支配されていくきっかけになってしまうんじゃないかなと思うしえそれをやってしまうことによって何ていうかそのまあ 表だった政治腐敗が、えー、どんどん,しん、政治腐敗が腐敗でない形でどんどん進んでいくっていう、まあちょっと何を言ってるかわからない方いらっしゃるかもしれないですが、これまで裏で政治腐敗ってあるんだったら進んでたと思うんですよ。で、まあそれはそれで、えーまあ、賄賂であるとか汚職であるとか、えー、そういったものが裏で進んでいたのは、それはそれで良くないとは思うんですけどね。自民党の,あの今回裏金みたいなことで問題にはなったと思うんですけれども、えー、日本国内でも。 えただ、それが、もしかしたら、その、じゃあ合法化しようみたいな形になっちゃって、その、もう、どんどん金権政治というか、え、お金、もう、その、これまで裏で、え、腐敗として動いてたものが表立って行われる。それは別にいい側面もあると思うんですよ。あの、ちゃんと法律化されたんだから、え、お金のやり取りも正当化されるよねっていう意味になるかもしれないですけども、 えただそのこれをやることによってお金持ちが有利どんどん有利な政治になっていくっていうようなえ形にもなっていかないかなっていうようなえーえー思ってもいるしそのお金持ちによって一部の富裕層によってその言論が統制されていくっていうようなある意味そのまあ資本主義社会だからそれは受け入れざる得ないところもあるのかもしれないですけれども えー、それいうことによってどんどんその格差が広まっていったりとか、えーまあ、その何が起こるにしても戦争をやるにしても、あのー、逆にその平和維持活動に平和維持に努めるとしてもやっぱ環境の問題であるとしても、まあ、その特定の富裕層であるとか。 えー、力の権力の強い人たちの思い通りになっていくっていうような、えー、美大になっていってしまうんじゃないかなというような要するにあの民主主義の名を借り民主主義であってもなんか民主主義じゃないみたいな形になっていくんじゃないかなっていうふうに思っているのとあともう一つ私が、えー、ちょっとこれ危ないなと思ってるのがこれはそのイーロン・マスクさんだからこそ危ないなと思ってるのがそのイーロン・マスクさんってあの X の CEO やってるじゃないですか。 こういった方こういったその、今、アメリカ国内で倫理的にどうなんだっていうようなこと宝くじで100万ドルを配って、それでトランプさんを当選させようみたいなことをしている方が、果たしてその、X という巨大なソーシャルネットワークの CO をやっていていいのかどうかっていうような問題も出てくると思うんですよ。 あの X ってもうあの旧ツイッターの頃からもう何ていうか一企業のものだとは思うんですけれども一企業というかもう完全な社会インフラとして機能してる側面ってあると思うんですねえー、まあえー、コロナの時もああのまあ、デマ情報もめちゃくちゃ飛び交いましたけれどもあのいろんな、えー、有益な、えー、情報もその一方で流れてて、えー、流してましたしであの 能登、まあの,の今回の、えー、今回というか、えー、地震の時も、まあ、この時もデマ情報流れたものの、まあえー、情報伝達の、えー、役割を担ってる一翼を担ったと思うんですよ X ってただその一方でその X がそのイーロン・マスクさんが2022年に、えー、CO になったことでいろいろと改革が始まってそのうまく えー、地震が起きた時にうまくその情報伝達ができないとか規制に引っかかっちゃったみたいな事例も起きてたじゃないですか。えー、でなんかこれそのマスクさんが就任する前までは制限とかがあんまり緩かったんであのちゃんとした情報も、えー、なんか即時的な情報伝達ができたとり対応情報を大量の情報を流したりすることができたのそれができなくなってしまったとかあるし。その えーたえー、東日本大震災の時も、X へかなりその、えー、情報を伝達をしていたっていうような事実があると思うんで、まあ完全にもう社会インフラとして機能してるんですよね。他にもその小さなマイノリティと言われる人たちが、例えば、あの、特定の病気を持っている人とか、えー、あのー、まあ、障害を抱えていらっしゃる方とか、そういった方々がその、えー、自分の仲間を見つけたりとか、えー、有益な情報を取ったりとか、 そういった、えー、まあ趣味あひ、講義で言えば趣味、特定のあ趣味とかもそうですよね。音楽であったり映画であったりとか。そういった人たちの、えー、社会的なつながりを増やせる場だと思うのに、もう完全に、えー、様々な面でインフラとして機能しているところを、その一つの企業が果たしてこれ、まあ、X 以外にも言えることだと思うんですけども、所有していていいのかどうか。で、そういったその、えー、100万ドルを高くじであの自分の好きな候補者に 当選するために配りますっていうような、もうえー、違反して法律に違反していても、えー、ちょっと関係ないみたいな、関係ないかどうかわかんないですけど、本人がそう思ってるかどうか。っていうような、えー、態度を示している方が、えー、その、社会インフラとして機能している、その X を、<laughs> X というかソーシャルメネットワークを、えー、所有していいのかもどうか問題って今後出てくると思うんですよ。まあ、あのー、 いいという意見もあるとは思うし、まあ、アメリカ人なんで、その、アメリカ人って結構その、えー、日本人とは違って、まあ、成功者を妬まないというか、えー、なんか、富の象徴として、あの、成り上がった人たちをリスペクトするというか、そういう、そえー、マインドがあると思うんで、あの、別にアメリカ人自身はそこまで、その、マスクさんとかが、今、えー えやってるそのえ100万ドルのくじとかあの X を所有しているとかそういうことに対してそんな何も思ってないのかもしれないですけれどもまあまあまあこれは世界的に考えるとえ危険なんじゃないかなっていうえまあ言論がそれらか彼らによって作られてっちゃうんでその X 上の思想とかもどんどんコントロールしていったりとかいう事態につながっていかないかなとは思ってはいます。私個人はそそののの X が今のところその 特にあの前の旧ツイッター時代とかで不便になってるとか、えー、言論統制が進んだとかは思ってないしむしろコミュニティポストノートとかいうのがついてこれは事実と違うか情報かもしれませんみたいなことをやってくれせ、やってくださってるっていうのはすごく嬉しいことだと思うんですけれども今のところはそういうその特に不便はないなというか特にその前と変わってないしあのフェアな場所だなとは思っている一方でえー、それってもうやっぱり c o のさじ加減なところもあると思うから 今後その、えー、もしあの、彼の、えー、マスクさんの気分次第で変な方向、変な方向っていう方が正しいかどうかわかんないですけども、えー、ちょっと特定の方向に進んでいかないかなっていうのを危惧していますね。えー、で、まあ、それはそのメタ,メタにも言えることですし、えー、ザッカバーグ、マクザッカバーグさんがやっているフェイスブック、あの、あそこも、あのー、まあ日本で言うとその著名人を使った詐欺広告みたいなのがあったじゃないですか。 ええー、まあそれもある意味そのえー、SNS がええー、ちょっとその特定の企業にが所有しているってことの弊害だとは思うから、まあ、今後そのまあちょっと前の動画でも申し上げたんですけれども SNS っていうのをまあはあの危険 特定の企業の権利から切り離し、特定の企業から切り離していくつかの大手 SNS は、まあこれができるかどうかはわからないんですけれども、まああの ILO とかなんかいろいろあるじゃないですか、えー。そういった国際機関が一つの、国際機関がいくつかのその代表的な、えー、プラットフォームを共同で管理するっていうような、えー、仕組みを立ち上げる。要するに SNS に関する国際機関っていうのを作るっていう方向を目指していくっていうのが、 え現実的な、えー、現実的かどうかわからないですが、えっ、ー、と、やり方の一つとして、フェアな場として、やっていける、え、部分ではあるとは思います。えー、あるとは思うんですけれども、ただその、今、国連があんまり機能してないって言われてるじゃないですか。えー、ウクライナ戦争でロシアを止めれていないとか、えー、いう部分もあると思うんで、果たしてそれが機能するのかどうかっていうのも、また未知数は未知数だと思うんですよね。なのでその今後は えー、どうやって、えー、SNS っていうもの大統領選挙のくじの宝くじの話から SNS の話に飛んでしまっている部分はあるんですけれども、えー、そういったのを含めて、まあえー、一富裕層が、えー、どのように一富裕層であるとか、えーまあ、選挙に関、まあ、広く言えば、えー、大衆の言論統制ですよね。 そこをどうやって私たちが監視しまあそれに対処していくか利益誘導であるとか言論のコントロールであるとかそこに関して私たちがもっと危機意識というか持っていかないとまあちょっと誰かの思う通りのごく少数の人間の思う通りの方向に世界が進んでいかないかなっていうふうに 私は危惧しております、えー。皆さんはどうお考えでしょうか、えー、コメントなどありましたら、ぜひお聞かせいただければと思います、えー。この動画をご覧いただきましてありがとうございました。えー、もしこの動画が良いと思われた方は、えー、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。